ごきげんよう、視聴者の皆様。私は、ミカド・ルエデン、の最高権利者で、レイナシオン、の最高責任者であるミールでございます。今回は私たちの世界、ミカド・ルエデン、の完全解説をしましょう。物語でネルから説明を受けた。ふふ、あれはほんの一部ですよ。ミカド・ルエデン、に存在する、五皇帝連合、までの説明しかネルはしていなかったでしょう。ですが今回は、ミカド・ルエデン、に存在する、円卓の園、と呼ばれる12種族の種族と組織構成、役割をしっかり説明いたしましょう。今回は解説のみとなっております。マニア向けの動画となっておりますので、楽しみを求めている視聴者様には物足りないと感じるかもしれません。ですが、注意しておきます。今後物語ではこの動画を見ている前提で、ミカド・ルエデン、についての説明を省略しますので見ないと情報が噛み合わない可能性が大いにあります。じゃあ見るしかないじゃないか、ですか。そうですね、何かを得るにはそれなりの対価と代償がかかるものです。楽な道はありませんよ。それではまずは、ミカド・ルエデン、について説明いたしましょう。ようこそ、ミカド・ルエデンに、まずは、ミカド・ルエデン、とは何かを説明しましょう。ミカド・ルエデン、とは私たちの主様であるパト様の神羅万象支配から生まれたパト様のためだけの世界となっております。パト様の中にある精神世界、と思う方がいると思いますがそうではありません。この世界は間違いなく実在する世界なのです。だから肉体も存在しますし、私たち一人一人しっかりと存在しています。どういうことかというと、ミカド・ルエデン、はパト様から生まれた別空間の世界なのです。ですが、ミカド・ルエデン、の世界に入る入り口はパト様を仲介にする必要があります。ですから他の誰かが入ってくることは絶対にありません。そしてこのミカド・ルエデンの住人の全共通の使命が、パト様と契約してパト様の力になる、ということです。そしてパト様はパト様の身から生まれるオーラ、ミカド・オーラ、を私たち、もしくはミカド・ルエデンに与えることが使命となります。ちなみにこの契約は絶対に消すことは不可能ですし、他の誰かに権利が移ることは絶対にありません。そして、ミカド・ルエデン、とパト様、そして12名の責任者の命は一心同体のため、これらが一気に消滅しない限り消えることは絶対にありません。ちなみにパト様の専属神ソフィア、ターセアイとは主様の命を共有しているため、パト様が死んでもソフィアが生きていれば完全治療で生き返り、ソフィアが死んでもパト様が生きていればソフィアは完全治療で生き返ります。つまり、パト様を完全に殺すにはソフィア、ミカド・ルエデンという世界を壊し、12名の園の責任者を短期間の間で消滅させてからパト様を殺せば絶命します。はい、不可能です。なぜならミカド・ルエデンに誰も入れませんからね。ですが、パト様が死んだ場合、ペナルティが存在します。まず、最初に死亡したら復活まで死んだ世界での時間で24時間後に復活します。たった1日で蘇るの、と思うかもしれませんがその復活までの間にもペナルティがあります。まず一つは現実に存在する専属神たちの力が落ちます。専属神や従属はパト様のミカド・オーラの影響でポテンシャルが飛躍的に向上していますが、パト様死亡時はその恩恵がなくなります。そして私たちのようなミカド・ルエデンから来る従属は主様死亡時、強制的にミカド・ルエデンに帰還されてしまうのです。その時従属が使っていた能力効果は無効化してしまうので注意ですね。ですがミエルのような能力から作られた物質はそのまま残るからそこは大丈夫ですね。そして最後に死亡時、溜まっていたミカド・オーラがなくなります。これらがデスペナルティとなります。今はそこまでですが、神羅万象支配を使いこなせば使いこなすほどデメリットが目立ちますね。あと、先ほども言いましたが、完全な消滅以外は仮死亡という扱いになるため、完全な死亡とは違います。つまりこのペナルティは仮死亡のペナルティであるため、完全な死亡ではありません。そのためソフィアのような契約で、パト様の死亡はほぼ無意味に近い契約ということです。まあ、ソフィア死亡時瞬時な完全復活ができるというのがメリットですかね。以上がパト様のペナルティとなります。ネルはパト様の中に世界がある、という説明をしましたがそれも間違いではないのです。なぜならパト様が世界そのものだからです。だからパト様の中に世界があり、その世界がまた新たな世界を作ったのです。だからパト様や私たち、ミカド・ルエデン、の住人以外は干渉はできないのです。ちなみにですが、私たちが現実世界に来る条件もあります。それは、主様と従属契約を行うこと、です。私たちは主様の従属ですが、本格的に契約した従属ではないのです。今の私たちの状態は、契約する前の状態、です。そこで正式な契約をすることで私たち従属は主様の力になり、現実世界に自由に行き来できるようになるのです。ですが種族ごとに契約方法は異なります。ある種族は生まれた時から即従属契約する種族もいれば、私たち、レイナシオン、のように私たちを倒したら契約可能など、条件は様々なのです。ですがほとんどの契約は、ミカド・オーラが必要だと思っていただけたら思います。ここで、ミカド・オーラ、
について説明しましょう。ここからは私、ヘブンズハートの最高責任者シンが説明を変わりましょう。ミカドオーラとは神羅万象支配を扱う際に必要な力となります。神羅万象支配はまさしく全てを扱う能力、いわば使うだけで敵など存在しない究極の力なのです。ですがそれゆえにリスクが高い能力とも言えます。ミカドオーラは他のオーラに比べると濃度や性質が全く異なり、そして他の神羅万象支配とも性質が異なる、唯一無二の究極のオーラと言えます。普通のオーラより第2オーラ、第2オーラより第3の究極属性オーラ、その上に存在するのが専属神オーラなどの特殊オーラ、そしてそれより上なのがミカドオーラです。ちなみに効果について忘れている方や知らない方もいると思いますので説明しますと、まず戦闘力オーラ、これは生物誰しもが持っている生命力、力の源になります。これを1万オーラまで体内に蓄えることができれば、オーラと呼ばれる現象を扱うことができます。このオーラは攻撃力や守備力を向上させたり、能力の質を高めたり、外部に放つことで光線を打つことできるようになります。他にも体全体にまとうことで気温などの環境状況を緩和したりするバリアを張ったり、目に蓄えることで相手の戦闘力オーラ量が見えたりします。他にも外部に信号のように放つことで微弱なオーラの存在を感知できたりと応用力が高い力の源となっております。そしてオーラ発動時は戦闘力オーラが 1.5 倍上がります。戦闘では基本中の基本です。これができなければはっきり言ってセンスありません。そしてそのオーラより上の第2オーラが存在します。第2オーラは戦闘力が10万以上あれば習得可能と言われています。これができる人間は一握りの天才と呼べるでしょう。そして第2オーラから属性が発生するのも第2オーラの特性ね。神、月、霊、陽、鬼、魔、徳、究極の8属性ね。ちなみに地域や世界によってこれらは変わるらしいわ。虹は7色というのは日本の価値観であり、外国では8色だったり2色であるというようにオーラも地域によって名前が変わったり、性質が異なったりするのも面白いところね。そういう意味では第2オーラは属性は細かく分けるとあまたの属性があると言われているわ。それらの理解できない属性を特殊属性と一括りにするんだけどね。ちなみに第2オーラ、発動時は戦闘力オーラの2倍から熟練度によって倍率が上がっていくわ。そしてさっき究極属性があったんだけど、私たちは第3オーラとも呼んでいるわ。性質は第2オーラより上だからそう呼んでいるわ。第3オーラの使用条件は第2オーラの基本6属性を極めること。ちなみに6属性は実は人によってランダムなの。だからみんなが共通した6属性だと勘違いしている人間は一生第3オーラにたどり着けないってわけね。ちなみに内緒だけど、メリアちゃんも最初から第3オーラを何も考えずに習得してるから、実はメリアちゃんも案外ここで間違ってたりするわ。つまり、メリアちゃんの元で頑張っている限り専属神の子たちは、第3オーラにたどり着けないってことね。それに専属神の子たちの基本6属性はかなり習得にシビアな属性だから、第3オーラ習得はまだまだ先かもねー。そして、第3オーラ、つまり究極属性を使えば戦闘力オーラ量が通常の10倍以上上がるわ。ちなみにこの倍率は第2オーラ倍率と同じで、第2オーラの2倍、3倍も究極オーラでは20倍、30倍と単純なパワーアップが可能なの。その倍率時にかかる負荷もそのままだから、シンプルに第2オーラの上位互換ね。現時点で扱えるのはカト様、メリアちゃん、ソフィアちゃん、そしてミカドルエデンの従属全員よ。まあ外の従属はカト様の恩恵を私たちに比べて全然受けてないから仕方ないんだけどね。そして第3オーラより上が専属神オーラとか神王オーラとかの特別なオーラね。まあこれは第3オーラに加えてって意味だから、専属神オーラに関しては第3オーラを扱えなかったら全く意味がなかったりするんだけどね。ちなみに専属神オーラの効果は無効化、無力化、戦闘力100倍以上ね。神王オーラも効果で戦闘力100倍以上があるから、単純に第3オーラの上位互換バージョンだけど、専属神オーラに関しては神王オーラにまだ無力化と無効化が付与されてる分かなり優秀なオーラになるわね。そしてこの層は第4オーラと総称されてるわ。ちなみに人でこの領域に入るのは不可能ね。そして最後やっとここでミカドオーラが出てくるんだよね。ミカドオーラに関してはさっきも言ったけど、神羅万象支配を使う際に使う特別なオーラで、誰にも真似できないし分け与えることもできない唯一無二のオーラになります。つまりミカドオーラを使うときは神羅万象支配を使用するとき限定だから、ミカドオーラとさっきまで出てきたオーラは別々の存在となります。とりあえず情報が多いから今からまとめるね。とりあえずまとめておいたから止めて確認してください。それでは次に行きますね。ミカドオーラを使用時は強制的に神羅万象支配を使用している状態になって、
オーラ上昇率も通常時より1万倍にまで跳ね上がるわ。それと帝オーラは通常オーラと違って増えにくいのが特徴。今のパト様で言うと、帝オーラの生成スピードは1日1オーラ。これは、レイナシオン、の精霊たちを倒して契約していくことで1日の増える量も上がるから今後パト様の課題ですね。そして核能力使用によっては帝オーラを使用する場合があるので、そこにも注意ですね。ちなみに私たち、ヘブンズハート、を戦闘目的で召喚したり、私たちの司る能力や、私たちの力を扱う時にも使いますね。他にも、帝オーラ、を私たち従属に一定数与えることでレベルアップし、ステータスの大幅上昇ができたり、従属と契約するときに使ったりと使用用途はかなり幅広いわ。あと、帝オーラ、を使用した後には帝結晶という形で、帝ルエデン、の養分になるので無駄になることはないわ。以上でオーラの説明は終わりね。次はメリアちゃんに任せるわね。わかりました。今度は、帝ルエデン、内に存在する12種族について説明しますね。この、帝ルエデン、には12種族がいて、12の組織と世界、勢力が存在します。今目の前にあるのは、帝ルエデン、の世界とその種族を表すエンブレム、紋章です。このエンブレムを、円卓の園、と呼び、12種族全員を呼ぶ総称となっています。園内には12種族を象徴する12色の宝石があります。以前ネルが説明した、五皇帝連合、や今回説明する、円卓の園、は今後ご主人の成長に関わってくる大事な情報なので、ぜひ覚えてくださいね。まず私たちの専属神や従属神、配下神たちが所属するエデンの説明ですね。ちなみに、帝ルエデン、では1組織をエデンと呼びます。おしゃれですね。そして私たち、帝ル相馬、の最高責任者は私メリア、主にご主人の器を守る役割を担っています。器というのはご主人の肉体や精神を10等分に分けて私たちがそれを管理するということです。そうすることでたとえご主人がその部位を失っても私たちがいる限り失うことがないんです。その代わり私たちにもその各部位によって得られる恩恵があり、10人の専属神たち全員が別々の効果を持っています。例えばコトカちゃんなら、ね。カナなら、心。私は、心臓、ですね。そして円卓の園には好感度というものが存在します。これらは生まれた時に持つご主人への忠誠と好意を示していて、高ければ高いほど最初から忠誠心と好意が高いということです。そう、つまり私たちは 100%、まあ、専属神や従属神になるには 100% の愛情がなければそもそもなることができないので当たり前ですね。ちなみにですが、好感度100から80は心身ともに一生を捧げるレベルと言われています。忠誠心も非常に高く、愛情も非常に高いため、従属としては満点の部類ですね。話を戻して、私たちの組織構成員は10名、番号序列式で構成しています。種族は神、今はまだ一番勢力として弱いエデンですが、この先一番強いエデンとして成り上がりますよ。次はディオエデン、ヘブンズハートです。最高責任者は神、初期好感度は 90% と非常に高い忠誠心と愛情があります。寝る目地は悪いですけど、あれでかなり出れているらしいです。まあ、人の愛情表現は様々ですし、愛情から来ていると分かっているご主人もどこかそこまで嫌がっていませんよね。この、ヘブンズハート、は主にご主人の能力と可能性を司っていてご主人の神羅万象支配の力の源となっている組織ですね。構成員は7名、そして配下は存在せず、12組織最小組織となっています。ですがここの実力がとんでもなく高いため、帝ルエデン内の地位はかなり高いそうです。ここの組織は色分け式で割り振りしていて、その色によってご主人が神羅万象支配を使用した際のオーラ色と髪色、目の色が変わるそうです。そして生まれた状態からすでに従属契約をしているという特殊な契約方式を持ち、召喚も帝オーラを毎度必要とし、その量によって出せる実力が変わるという方式です。つまり霊でも召喚はできますが、無力状態なので、戦うのは不可能です。あと、従属に死という概念はないため、絶命しても24時間後に帝ルエデンで復活します。それは私たちも同じなので、私たちの死を悲しむ心配はありませんよ。ですが、24時間は帝ルエデン内にいて、本来の調子を戻すのに1週間というデスペナルティがありますので、絶命はしたくないですけどね。次はプリスエデン、エンペラーベスティアです。最高責任者はフェア、初期好感度は 80% とこの組織までは初期好感度は私たちと同じです。種族は獣族、いわば獣耳っ子たちの楽園ですね。ご主人が獣耳好きなら間違いなく訪れる世界ですね。すごくご主人にも甘えたり忠誠心が高いので従属としてもすごく扱いやすい種族ですね。
この種族はご主人の攻撃護衛を司り、現実でご主人の側近として戦うのが特徴です。あとこの種族は召喚式従属のため、一度契約すればノーコストで召喚が可能となります。ですが最初にかかる契約オーラ数が多いため、契約までが大変だったりしますけどね。ちなみにですが、構成員の従属はご主人の帝オーラを与えることで成長しますが、それ以外の従属は帝オーラを与えても成長しないという特徴があります。なので、構成員以外の従属と契約しても今以上に強くならないので、よく考えて契約しないといけません。ちなみにこのエンペラーベスティアはご主人の攻撃型の従属ということで、攻撃に特化した従属が多い組織です。ですが多いというだけで攻撃しかしないというわけではないので要注意ですよ。構成員は10名、陰陽五様式で構成されています。そして配下には12獣王級という12種族の干支をモチーフにした獣王と12の組織が存在するらしいです。数も帝オーラエデン内では相当多い種族になりますので、もしこの従属を多く手なずければ一つの軍隊を召喚することが可能ですね。次はテイセリスエデン、レイアポストールです。最高責任者はケール、初期好感度は 70%。 ちなみに 80-60% は忠誠心と好意が非常に高いというレベルです。違いは心身ともに委ね、一生を捧げる気まではないというところですかね。まあ人でいう付き合っている状態で忠誠心が非常に高いって感じですかね。種族は天使族、契約方式は先ほどのエンペラーベスティアと同じ契約方式であり、守護護衛を司る種族となっております。作中ではミエルちゃんだそうですね。獣族は攻撃特化、天使族は守護特化の一族であり、各分野でご主人の側近で戦うことを使命としています。そしてこの2種族は非常に仲がいいので混ぜても問題ありません。むしろ効果アップです。この天使族の守護特化の由来ではないですが、天使族特有の固有スキルがあります。先に言っておきますが、各種族全部に固有スキルはあります。ですがまだ作者はそこまで考えていません。なぜなら出番はまだまだ先だから考えても仕方ないという理由だそうです。そして天使族の固有スキルなのですが、2つあり、エンジェルコートとエンジェルコードのスキルがあります。エンジェルコートは体全体にきらびやかな膜を張り、外からの攻撃を大幅カット、無効化してしまう能力です。そもそも天使族は生まれた時から守備関係のステータスが非常に高い上に、エンジェルコートでまだ守備力を向上させてきますので、本当に硬いです。ミエルちゃんの場合は守備力超特化に加え、帝オーラエデンでも5本指に入るヒーラー、ズバリゲームで言うとタンクヒーラーという役割になります。そしてもう一つ、エンジェルコード、これは能力の法則を入力することで能力を我が物として使用できるスキルです。と言ってもこれは私の全知全能、ご主人の法則支配も同じ方式なので、もはや天使族は全員全能を持っていると言っていいでしょうね。守備力と能力は非常に高い天使族ですが、攻撃力は高くない個体が多いです。それでも帝オーラエデン基準のお話なので、ミエルちゃんの不正契約状態のステータスでも大会前の本気のご主人の攻撃力と同等です。あと契約オーラを一定数渡すことで契約するタイプの従属はしっかり渡さないと現実で力が発揮できません。ミエルちゃんの場合、能力や固有スキルはありますが、ステータスが大幅ダウンしているのもかなり痛手です。それでもタンクヒーラーとしてはラルと同じくらい優秀だから問題はありませんか。ちなみにラルのポテンシャルは本来のミエルちゃんより高いので、私としてもかなり優秀な専属身体で嬉しいです。構成員は11名、セフィラ式で構成されています。この種族は獣族同様多く存在する種族なので、大勢契約すると戦いがすごく楽になりますよ。あと組織構成は階級制度で10段階で構成されているらしいですね。そこは天使階級制度をそのまま採用して一番上にレイアポストールの構成員が入る構図です。ミエルちゃん本当に効いたかかったんですね。獣族は攻撃特化、天使族は守護特化、それらを混ぜると補助と攻撃、守備が完全に整った軍隊です。もはや最強ですね。そしてタンクヒーラーに蘇生術を扱う天使、そして互いの仲が良くて、ご主人を強く尊敬して愛情もある、穴がありませんね。次はペンテイデン、レイナシオンですね。最高責任者はミール、初期好感度は 60% です。ミールといえば円卓のその闇がドルエデン全土の最高責任者も兼ねてる存在ですね。実はですが、ミールのご主人に対する好感度は私とほぼ同じレベルらしいです。私の領域に入ってくる人がいるとはなかなかですよ。普通いませんよ。ご主人だけを愛し、ご主人のためならその他を殺し、ご主人にのみ、全人生、全権利、全地位、すべてを捧げ、ご主人以外のこと以外は基本考えない、そんなレベルです。愛や忠誠が重い、この程度で重く感じるのならまだまだ未熟ですね。
まあ話を戻して種族は精霊、契約公式は完全討伐式。討伐式とは倒すことで契約できるということです。RPG でもよくあるモンスターを倒したら起き上がって仲間になりたがっている、みたいな感じです。構成員も12種族で一番多く、組織全体の総合実力順位も1位を獲得しています。そして精霊族の大きな特徴は3つ。1つは契約することでご主人の1日に増える未稼働画量の上限値が増えるということ。2つは契約して現実世界に出しても全く力を出せないということ。そして3つは、契約した精霊の能力はいつどんな時でも使用可能ということ。つまり精霊はご主人の力の源を司る種族となります。そのため、ミガドルエデン内では凄まじい力を持っていますが、現実では無力化してしまいます。あと精霊族を倒すことで能力が扱えるようになったりするのは本来その力はご主人が得る力だからです。先ほど説明しましたが、私の全知全能は法則を入力することで全ての能力を扱えます。ですが神羅万象支配から全ての能力を得得する場合は精霊という力の源を倒す必要があるということです。だからミールはミガドルエデンというご主人の力そのものを司っているので最強なのです。つまりミールは神羅万象支配そのもの、神羅万象の具現化と言ってもいいでしょう。まあ、私目線で見ても普通に理解不能な次元にいます。ミール討伐ははっきり言って無理でしょうね。構成員は22名、大アルカナ式で構成されています。この種族はミガドルエデン内で一番多く存在する種族で、好感度も初期 60% と忠誠心と好意も高いのでミガドルエデン内では最高の側近になってくれるでしょう。まあ、多分ミールが全部やりたがると思いますがね。とりあえずここまで説明した5つの種族、これらは忠誠心が高く、ご主人を守る、強くすることに特化した種族ということで12種族の中でも地位が高い、ご皇帝連合、とまとめています。この先からの種族は忠誠心はあっても好意がなかったり、最悪忠誠心もなければ敵意しか存在しない種族もいます。はい、ここからはレイアポストールのミールが説明しましょう。正直ここまで聞いてくれた人、すごいですね。私なら寝てるか、別の動画に行ってますよ。話を戻して、ここからは五皇帝連合に含まれない残りの種族となっています。最初はエイクシエデン、ドラゴエスカレウス、ですね。最高責任者はアウル、初期好感度は 50% で種族は幽族。ちなみに好感度60から 40% は忠誠心はあるけど好感度は普通という感じです。普通というのは例えるなら親友とか友達という感覚ですね。恋愛感情はここのクラスになると初期はありませんか。でも割とすぐに好きになってくれるまだまだちょろいの枠です。契約公式はミンイシットとなります。ミンイシットは両方の了解を得て契約が成立するという形ですね。なら簡単じゃね、と思う方がいるかもですが、この契約は相手側にデメリットが多い契約となります。地位やねえよ、権利が失います。ですが主契約者待遇で生活は問題ありませんか。竜はプライドが高い種族、そう簡単に今まで積み上げてきた地位やねえよ、尊厳を崩したくないですからね。そう簡単には進みません。そして一番厄介なのが、竜族同士はすごく仲が悪いということです。つまり、契約したら嫌いな奴に見下される、それだけは許せない、という竜族がほとんどなのです。だから地位の高い竜ほど難しく、地位の低い竜ほど簡単になっています。おそらく、我と契約したければ力を示せ、とか言って戦いを挑んできますよ。偏見ですけど。構成員は13名、管理12回式で構成しています。ちなみにメリアちゃんは言い忘れていましたが、レイナシオンの組織構成はレベル制度を採用しています。レベルは10段階あって、1だと得られる能力が弱く、オーラも少量です。逆に10だと能力も強力でオーラも多いですがかなり強いです。ちなみに、レイナシオンの構成員はレベル10よりはるか上の実力なのでまあ、今のままでは絶対に攻略不可ですね。そしてこの竜族の組織構成は12色竜国家です。12色に分けられた竜族が12の国を作り各自管理をしています。つまり構成員は12色の国の王、そしてそれらを統一する竜王の13名構成ということですね。これはぜひ仲間にしたいですね。次はエクタイデン、アゲはエスプロール、ですね。最高責任者はアリエラ、初期好感度は 40%、種族は聖人という名のアルビノエルフです。まあ、簡単に言えば、すっごく肌が白いエルフ族ということですね。契約公式は神明開示式です。神明とはフルネームを主様に教えることで契約が成立するということですね。だからこの種族では名前で呼び合って、名字は絶対に明かさないという文化ができてます。あと、忘れてましたが、先ほどの竜族もそうでしたが、この先の種族は契約した場合、ちゃんと側近としての役割も担えますし、オーラを与えることで成長もします。
そして各種族に固有スキルがあります。竜族や聖人族の契約方式の主様側のメリットは帝王らを必要としないということですね。あとすいません、もう一つ抜けていましたが、竜族と契約することで契約した竜族の物理攻撃力がそのまま主様に加算されます。なのでどんどん契約すれば主様の物理攻撃力がどんどん成長するので、ガンガン契約してくださいね。そしてこの聖人族は契約することで契約した聖人族のオーラ攻撃力がそのまま加算されます。攻撃関係を強くしたいならこの2種族を優先的に契約することをおすすめしますね。構成員は12名、12星座式で構成されています。そして聖人族の組織構成は、12星座、残りの88星座、そこから特等星、一等星、二等星と階級があって一番下で9等星まで存在します。種族としては誠実で誠意があるから契約したら一途で尽くしてくれる従属になってくれそうだね。次はオクトエデン、オートマタレイリウムです。最高責任者はカトラナ、初期好感度は 30%、種族は機械族です。機械族といっても肉体や見た目は人間と同じで、違いは体内に永久機関を持っているかですね。永久機関とはオーラなどのエネルギーを永遠と作り続け、永久に減ることがないという固有スキルです。そして私たち天使族と同じ守護系の従属でもあります。あと、ここからの好感度 40-20% は忠誠心はあるが、無関心というレベルです。無関心とは都合のいいビジネスパートナーみたいな薄い関係だと思ってください。仕事仲間であり、友達ではない仕事付き合いみたいなね。まあ、ここまで来るとさすがに攻略には時間かかるかな。でもまあ、主様なら大丈夫でしょう。ちなみに契約公式は竜族と同じ認識で両方が了承した時に契約が成立します。海賊は肉体や構造は普通の体なのですが、感情が乏しいという特徴があります。ですが、感情というものを頭では理解していますので、表ではいかにも感情があるように振る舞うことができますが、内心共感はなかなかされない種族です。そして物事を客観的、効率的に考える傾向が強く、感情論や精神論はあまり持ち合わせていないので、仲間を助ける、という熱い展開ではおそらく都合が悪ければ普通に見殺しにします。構成員は12名、菩薩52匹で構成され、50人までは称号があり、それより下は有象無象、量産型という認識です。つまり52名の機械族は権利はありますが、それ以外の機械族には権利がないということですね。まあ、細かい序列がないだけ、平等なのかもしれませんがね。機械族は耐久を司っていて、契約することで、契約した機械族の物理防御力をそのまま主様のステータスに加算されます。機械族はプライドはありませんが、自分にとって都合が良くなければ絶対に契約しない種族なので、割と面倒くさいです。次はニンニアイデン、マリア・レイミールです。最高責任者はマレア、初期好感度は 20%、種族は魔人。漁師は12組織の中では一番種類が多く、魔人族の中でも多くの種族が生息しています。人型、悪魔型、スライム型、鳥型、などいるのでまあ、そういう子が好きならすごく気に入るかもですね。種族としても多種多様な種族がいるので、よくわかりません。契約公式は聖人族と同じ神明開示式です。契約公式が同じということはこの種族ももちろん神明を隠す文化があります。構成員は12名で12宝石式を採用しており、宝石の名前で序列を決めていますね。いわゆるゴールドランクとか、シルバーランクですね。一番上になると宝石の称号が個人に与えられ、その中でも12ヶ月の誕生石に選ばれている宝石名は階級が高いらしいです。そして、魔人族と契約すると、契約した魔人族のオーラ耐久力が主様のステータスに加算されます。私のように守備関係のステータスを上げるのであれば、ぜひ機械族と魔人族を優先的に契約してください。この種族は個性豊かすぎるので攻略はぶっちゃけわかりません。自分で何とかしてください。ほう、もう29分か。そろそろこれを見ているお前たちも興味が薄れてきたところではないかな。もはや一種の作業用 BGM となっているがまあ、気になるやつはそのまま聞いてくれ。ここからは私、ヘブンズハート、のネルが変わって説明してやろう。まずでかいデン、テラスオールレイ、だな。この種族の最高責任者はユーレナ、初期好感度は 10%、種族は怪人。好感度20-0% は忠誠心もなく、主に無関心だ。例えるなら、クラスで一緒にはいるけど、1年間話したことないなぁという感じだな。ここまで来ると本当に無関係になってくる。ちなみに怪人という種族は妖怪、まやかし、怪異、霊、妖精の類だな。日本の妖怪や怪奇をモチーフにした種族ということだな。ちなみにそれ以外は魔人に分類されている。契約方式はここから先の種族は全部討伐式だ。わかりやすくていいもんだな。
とりあえずこいつらは先に契約してその後から好感度を上げるやり方をしないと一生上がらないからまずは倒すことを優先するんだな。構成員は12名、12月式で構成されていて、その他の怪人族はうぞうむぞうという認識だな。そして契約することで、従属として刺激できるのはもちろん、契約することで契約した怪人族の物理攻撃、防御、敏捷の半分の数値が主様のステータスに加算される。物理関係をバランスよく上げたい時に契約するのがベストだな。ただ、ここからの種族は本気で殺しに来るから返り討ちに合わないようにするんだな。そして次はエンデカイデン・ドラコス・ソピアーラ、だな。最高責任者はミラ、初期好感度は 0%、種族は鬼族だ。ここまで来ると縦社会の無法地帯だな。だが種族自体は強力だから倒すことに関してはおすすめだな。先ほどの怪人族は基本自分から行かなければ敵意を出さないが、この鬼族は割と高確率で相手から敵意を出してくる。以前私に突っかかってきた鬼族がいたからコッパみじんにしてやったくらいだ。大丈夫さ、どうせまた復活するんだ。しつけをしてやったまでさ。それで契約は討伐式、契約すれば鬼族の精度、精神、能力強度が契約した鬼族の半分の数値が主様のステータスに加算され、刺激できる。ちなみに契約してしまえば、従属は主様に逆らえないから、言うことは一応聞いてくれるだろう。ストレスが溜まるがな。構成員は13名、13王式で構成され、階級制で序列を決めているらしい。階級が高い鬼ほど傍若無人に振る舞えるということだな。鬼族は戦いのスペシャリストだ。戦闘が大好きな一族だから積極的に暴れさせたらいいと思うぞ。基本スペックも非常に高い。並大抵の攻撃ではかすり傷一つもつけれないだろうな。そして最後がドーデカエデン・カコメラートロス、だな。最高責任者はラカナ、初期ステータスはマイナスだ。種族は邪神という名のダークエルフ族だ。好感度マイナスになると、まあ、殺意しかないな。主を殺すことを使命にしているような奴らだ。遠慮なく殺してしまえばいい。幸いにも契約方式は討伐式。契約することで契約した邪神族のオーラをそのまま主様のステータスに加算できる。だが、これも精霊族同様なかなか強い種族だ。そう簡単には倒せないだろうがな。好戦的であり、戦略性も非常に高く、攻防ともに高水準のステータスを持っている。能力も強力なものを持つものがほとんど。しかもセオリーがなく、殺せるのなら集団リンチや薬物、不意打ち、闇打ち、寝込み襲撃なんでもする。まず1対1という状況を作るのが至難の技だな。それに比べたら鬼族や怪人族はまだセオリーがある。構成員は13名、日本軍意識を採用しており、13名の対象が各自一つの世界レベルの軍事力を持っている。知能も高いため、集団行動が得意であり、種族内の関係は非常に良好であり、他種族とも関係は良好。ズバリ、主様を殺すことだけしか考えていない種族ということだ。もちろん主様の従属も敵とみなし殺害する残虐性も持っている。主様の従属になれば国から追放されてしまうだろうな。だがそれをフォローする国をミアイデンに設置している。ミアイデンの従属は9割以上が現実世界にいるのが現状だからな。土地は広大に余っているのだ。それに私たちビオイデンも広大に余っている。全然問題ない。以上先ほどまで載っていなかった契約方式を一覧にまとめたからぜひ確認してくれ。背景はミアエデンからドーデカエデンまで流しているからイメージとして認識してくれたらいい。
長い時間お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。これが我が主様、パト様の神羅万象支配の能力、ミガドルエデン、の全てです。これでもまだ各種族の固有スキルの説明が完全じゃないですし、まだ曖昧な部分があります。それは作中の説明で保管していってもらえたらと思います。そしてここだけの話が2つです。作中でも言いましたが、このミガドルエデンには女性しか生まれませんし、都市という概念がありません。そして死という概念もありません。それだけ私たちという存在は強力なのです。そして、もう一つ。専属神、四季月花ちゃんの神水霊、これはミアエデンの隔離世界となっています。今はまだ不可能ですが、とある条件を満たすことで、ミアエデンと月花ちゃんの神水霊世界を私たちが行き来することができるんですよ。月花ちゃんの存在は他の専属神とは違う意味で重要な立ち位置にいます。まだ気になることがありますか？専属神や従属にミカドオーラを提供する方法。まず主様がそのまま従属にオーラを与える方法があるでしょう。でもならなんで専属神はミカドオーラを扱えてない状態の主様からオーラをもらって成長しているのかって。実は体を重ねることでオーラがなくてもミカドオーラと同じ質のエネルギーを得ることができるのです。具体的には、キスやハグで1オーラ分、愛撫や性行為で5オーラ分になります。このあたりは大人の世界だから私はちょっと早いかなーってね。でも、それでも私だってできることなら専属神の子たちみたいに一緒にいたいし、意地悪せずに私の力すべてそのまま主様に渡したいんだよ。でもそれをしたら主様が能力に耐えきれずに消滅しちゃうから私がちゃんと管理しないとだから。契約は主様が今の自分はこの力を扱える、という証明だから、契約はしっかり守らないと何が起きるかわからないんだよ。だから私はちゃんとミガドルエデン側で今まで説明してきたことをしっかり管理してますし、ミガドルエデン内ではメリアの代わりに主様を導くつもりです。さて、長い間付き合ってくれた視聴者様にこれ以上負担をかけるのは申し訳ないから、今回はここまでにします。この解説動画はこの先必ず必要な知識となってきますので、考察をしてくださる方はぜひ何度も見直してくださいね。それでは長い間ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。